4月下旬、ゴールデンウィーク直前、お庭の様子を見てみます。今年は芝生の春の更新作業をしっかりとやったので、この時期からかなり緑が濃くなっています。ですが、一緒に雑草も爆伸びしていて、混沌とした状態に。雑草を見ると憂鬱になります。動画や SNS にアップするときは、綺麗な状態にしてから上げることが多いですが、日々の草抜きをやっていない我が家の庭の実際はこんなもんです。最近我が家にやってきた豆柴もも、ご飯と勘違いしています。どうやらこの葉っぱの広い雑草が美味しいらしいです。これは何とかしないといけないですが、雑草抜きはやりたくない。今年は芝生の雑草は抜かないと、そう決めました。なので雑草も芝生と一緒に一気に芝刈りをして、その後救世主のこの芝生用除草剤芝原を撒いて雑草を抑えたいと思います。おすすめできる方法か分かりませんが、と自分を勇気づけます。ということで早速芝刈りから始めていきます。相棒の京セラ電動芝刈り機 LM2810 です。新しい相棒は日差しが強くなってきたのでデッキに避難、コードを噛んでしまわないように配線をガードします。芝刈り機の音で新しい相棒が怯えてしまわないか心配でしたが、大丈夫のようです。それでは遠慮なく芝と雑草を一気に刈っていきます。雑草の根っこの部分が残りますが、気にせず刈っていきます。刈り高は15ミリにセットしました。ついでに落ち葉も拾ってくれるので一石二鳥です。こういう際で芝刈り機が届きにくいところは今回は無視します。除草剤で枯らしてしまって、次の際刈りの際に刈り払い機で一気に刈るつもりです。相棒はデッキでおとなしく待ってくれています。素直な性格で助かります。熱っ。あったかい日向の方が落ち着くみたいです。メインの野芝ゾーンの芝刈りが終わって、結構たくさんの芝が刈れました。まだ梅雨前の状態でこんなに芝刈りができるのは嬉しいです。昨年からの土壌改良の成果を強く感じる毎日です。残りの高麗芝ゾーンも芝刈りを終わらせます。このあと除草剤をまくとしばらく庭遊びができなくなるので、今のうちに思い切り遊んでもらいます。お座り、お座り。鬼は散歩中、
雑草の広がるメカニズムが解明されました。ようやくメインの除草剤散布に入ります。モモは家の中に待避。私もマスクと手袋をしっかり着用します。噴霧器といつも使っている芝源と仲間たちです。芝源 DF。 幅広い雑草に効果があり、抑制効果が高く、長い期間雑草の発生を抑えてくれます。私の知る限り最強の芝生除草剤です。アージラン液剤、イネ科や紅葉雑草まで芝源同様に幅広い効果のある除草剤です。ザイトロンアミン液剤、紅葉雑草に強い効果があり、芝源の苦手とするタンポポを枯らしてくれます。これらは同じメーカーが製造していて、公式でも組み合わせを推奨しています。あとは葉付きを良くする粘着剤も混合します。4リットルの噴霧器に対し、芝源を1グラム、アージラン14ミリリットル、ザイトロン16ミリリットル、粘着剤4ミリリットル、芝源はホームセンターでは売っていないので、ネットで購入しますが、20g で約3000円と思われるかもしれませんが、4リットルの噴霧器に対し、私は 1g を使用。これ1回で50平米散布しますので、広めの200平米の我が家の芝生でも4回分 4g、 年に2回散布するとして、少なくとも2年は使える計算です。ちなみに芝源の有効年限は5年ということなので、余ってしまう心配もなく、実はホームセンターに売っている芝生除草剤よりも効果もコスパも高いと感じています。芝生全面に散布していきながら、先ほど買った雑草の根の部分にも丁寧に噴霧します。こういうところも芝源を噴霧して枯らしていきます。この時点でもう手で抜きたくなってきていますが、今年は抜かないと決めたので抜きません。そういえば、芝源は葉から吸収され雑草を枯らすので、芝源をして1週間ぐらいしてから芝刈りをすると良いという記事を芝刈りを終わってから読みました。結果良ければ全て良しということで、今後の効果を確認していきたいと思います。芝生全体に散布をしました。作業前と比べてかなりすっきりしました。これから気温も上がり、雨も多くなってきますが、今年はうまく芝生のスタートダッシュが切れたので、今後の育成にかなり期待をしています。今後も随時芝生の生育状況や管理の模様を発信していきたいと思います。以上で本日の動画は終了です。今後もお庭を楽しむ動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。